自分は他人を認められません。具体的には会話中で、自己主張してくる人には、嫌悪感を感じてしまいます、他人を認められるようにするにはどうすればいいですかということなんですが、他人を認められない人ってまずはどこから始めればいいかっていうと、自分を認めるところから始めないといけません。どういうことかっていうと、子供がいたじゃないですか、小学生ぐらいの子、その子がじゃあそのあなたとこに来てですよ、これね、学校でね、算数のテストが100点取ったのを見せて、僕はね、テストで 算数で100点を取って先生が褒められたよ、だからお兄さんより頭いいんだよというふうに言われた時に、イラってきます？来ないですよね。そう、偉いねすごいねみたいな、頑張ったねみたいな、頭いいんだねって言ってあげるでしょ。なんで言えると思います？それつまりそれはどういうことかっていうと、その彼に対しては、その小学生の子に対して自分の方が圧倒的に上ですよね、普通に考えれば。その子がじゃあ超天才児だったら別ですけど、その小学校のさ、公立学校のテストとかだったらさ、別に誰でも解けるじゃないですか。それ出されて100点取ったよって言われてもすごいねって言えるじゃないですか。つまりこれはその目の前の人に対して自分がちゃんと自分は価値があるっていうその感覚を持ってるから、だから受け入れられるんです。他人の幸せとか他人の頑張りとかを受け入れられない人ってまず自分が受け入れられてないんですよ。だから、セルフアクセプタンスとかセルフコンパッションっていう技術なんですけど、自分を認めるところから始めていった方がいいと思います、はい、他人を認められないのは自分を認められてないから、相手の自己主張とか、まあ、自慢とか成功体験に対して妬みを持っちゃったりとかするのは何よりも自分に誇るものがないからなんですよ。だからまずそこからやっていくといいと思います。一応セルフコンパッションとかもディラボで紹介をしてるんですけれども、だからやっぱりそういう意味で言うと、相手が自己主張した時に、あなたはそういう魅力あるんですね、素敵ですねと、で自分はこういう魅力あるというふうにですね、頭の中で言うんですよ。口に出さなくていいですよ。あ、すごいですね、こういう魅力あるんですね、素敵ですね、僕はこういうところがあるけど、あなたのねそういうところは素敵ですねみたいな、そういう自分のいいところも見つつ、相手のと自分の違うすごいところを褒めるっていうのをやるっていうのが一番いいやり方ですね。他にもいろんな方法あるので、興味があればぜひ D ラボを見てみてください。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。